今日の動画ちょっと分けあってかなり長くなります。画家ゴッホの話になります。美術やゴッホに興味のない方はちょっと退屈するかもしれません。もしご興味がありましたらご覧ください。こんにちは、こんばんは。ココアートチャンネルへようこそ。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は画家ゴッホのことをお話します。ちょっと動画が長くなりますけれども、今日は金曜日ではないのでちょっと番外編としてお許しください。と言いますのも、ホームページに私の心にものすごく響いたメッセージが届いたんですね。それで今日はちょっとゴッホの動画をお届けしようと思ったんですけれども、その前にいただいたメッセージを皆さんにもシェアしたいと思います。ペンネームなどが書いてなくてちょっとご本名なので匿名希望さんとさせてください。背景公文構造様、いつもあなたの動画を心待ちにしています。美術や作品を広めたい思いでこの番組を始められたことにただただ感服しています。さまざまな話題、魅力あふれる巧みな話術に引き込まれます。申し遅れました。私は50代半ばの男です。生まれつき目が見えません。目が見えないのにテレビの美術番組が好きで想像の中の絵画を楽しんでいます。昨年の個展で絵画の制作過程をナレーション付きで投稿されている動画に出会い、このチャンネルにも出会いました。私はなんて素晴らしい人に出会ったのだろう、なんて素晴らしい動画に出会ったのだと身震いをしたのを覚えています。すぐにあなたの世界観に魅了されました。どんな美術番組でも浮かぶのは漠然とした印象の絵画なのですが、あなたの動画を聞いているとリアルに絵の世界を想像することができるのです。公文様がどんな作品を描いているのか私にははっきり見えるのです。メインのチャンネルで過去の展覧会のコンセプトを朗読されている動画ありましたよね。あの動画も私には絵画そのものなのです。そこでお願いです。目の見えない私にあなた以外の画家のことを教えてほしいのです。ゴッホやレオナルド・ダ・ヴィンチ、モディリアーニといった歴史上の画家や現代アート、何でも結構です。絵の好きな私にあなたの工夫で私にもっと絵を見せてもらえないでしょうか。いろいろな画家がどんな生き様の中どんな絵を描いたのか、私は本を読めないのでそれすらも分かりません。私の想像の手助けをしてもらえたら私の日常はきっと今より彩られるに違いありません。こんな私の願いをどうか叶えてください。これからも動画の投稿をどちらのチャンネルも楽しみにしています。こういうメッセージをいただきました。本当にもったいないお言葉ばかりで本当に恐縮です。私の拙いナレーションをこんな風に言っていただけて動画を続けていく励みをいただきました。本当にありがとうございます。偉大な方のことっていうのは多分もうテレビの美術番組でもたくさん取り上げられてるし、私なんかよりももう本当にちゃんとしたアナウンサーがナレーションした方が絶対いいに決まってるっていうふうに私も思って、そんな歴史上の偉大な画家のことを私が話してしまって大丈夫なのかなと思ったんですけれども、もしかしたらこのココアートチャンネルをご覧の皆さんで美術に興味がない方はそれすらも見てないかもしれない、名前は知ってるけどそんなに詳しくは知らないかもしれないって、そういう方ももしかしたらいらっしゃると思うので、私のこの動画を知ってよりもっと広報を知りたいなとか、もっとより美術に興味が出てもっとこう調べたりとか、他の動画とかテレビとかを見てもっとこう美術の認識っていうのを深めていただけたらいいな、そのきっかけになればいいなと思ったので、今日は本当に恐縮ですけれども私がちょっとゴッホについてお話ししてみたいと思います。多分この動画で美術に興味がない皆さんでもゴッホと聞いて知らない人はいないと思います。美術の教科書で見たことがあるとか、何かテレビでゴッホの絵を見たことがあるとか、かなり前のことになるんですけれども、有名な企業がゴッホのひまわりをオークションで落札したっていうニュースが新聞にも載ったぐらいなので、記憶がある方もいらっしゃると思います。多分当時50億ぐらいで落札されたっていうふうに私の記憶にはあるんですけれども、本当にいろいろな議論を巻き起こしました。ただの絵を50億もかけて買うなんて信じられないとか、50何億なんてすごい高いんじゃないかとか、多分今買ったらその倍の値段を出しても買えない作品になってると思うので、あの企業がひまわりを買ってくれたおかげで日本にいながらにしてゴッホの作品を子供から大人までいろいろな人が見ることができて、多分あのニュースでゴッホというのが日本ですごく有名になったんじゃないかなって思うんですね。まあ全世界的に見ても日本人って本当にゴッホが大好きだと思うんですね。
それはゴッホの作品ももちろんなんですけれども、ゴッホの生き様がそうさせているのかもしれません。本当にゴッホについては様々な逸話が残っているんですけれども、生前に1枚も絵が売れなかったとか、1枚だけ絵が売れたとか、いろいろな憶測が広がっているんですけれども、今日はそんなゴッホをちょっと手紙から読み取ってみたいなというふうに思います。日本でも本当にたくさん訳されて、たくさん本が出ています。新聞にもなりました。資料としても残っています。それをちょっと恐縮ですけれども、今日は私がかいつまんで読んでみたいと思います。その手紙のほとんどは画商であった弟テオとのやり取りなんですけれども、その手紙を読み解くことによって、ゴッホの人となり、ゴッホの作品とはどういう感じで生み出されたのか、ゴッホが一体どういう思いで作品を描き続けたのか、そしてゴッホがどんな人生を駆け抜けたのか、そういうところを感じていただけたらと思います。フィンセント・ファン・ゴッホ、駆け抜けた37年の生涯の中で、魂の叫びとも言われる数多くの作品を残しました。同時に心の叫びを綴った800点以上もの手紙が残されています。その手紙は作品とともに今もオランダのゴッホ美術館で大切に保管されています。その手紙のほとんどは弟のテオドルス・ファン・ゴッホとのものでした。画商をしていたテオはゴッホよりも4歳年下でした。テオはゴッホが亡くなるまで生活費のすべてを仕送りし続けました。ゴッホはその弟に時には怒りを、時には喜びを、時には不満を面々と書き綴りました。テオは兄の才能を信じ、生涯その兄を励まし続けたのです。ゴッホはテオにこんな内容の手紙を残しています。お前は俺に妻も子供も仕事も与えてくれなかった。与えてくれたのは金だけだ。今の俺にこんな金が何の役に立つだろう。それに対しテオはもう我慢ができない。いつもいさかいばかりだ。まるで兄の中に二人の人間が存在しているようだ。しかしテオは次々に生み出され、でも誰にも認められない兄の作品を何とか世の中に認めさせようと力の限り挑み続けました。ゴッホが画家を志した30歳の時、弟テオはすでに画廊で働き始めていました。テオは毎月150フランものお金をゴッホに仕送りし続けました。そんなテオにゴッホはうまくいかない苛立ちを先ほどのようにテオにぶつけることがたびたびありました。その苛立ちの発端は、全く絵が売れない自分に対して毎月きっちりと仕送りをしてくれる弟に対しての負い目だったとも言われています。教会で牧師をしていた父をはじめ、親族から完全に孤立していたゴッホが頼れるのは弟のテオだけでした。パリで印象派の旋風が吹き荒れている頃、テオとゴッホは一度一緒に暮らしたことがあります。この頃のゴッホの作品は印象派を強く意識し、とても明るい色調になっていきました。弟テオもまた画商として印象派の作品を世に広めるべく奮闘していました。その頃ちょうどフランス中の絵描きが日本の浮世絵に夢中になっていました。ゴッホも気に入った浮世絵を何枚も模写しています。浮世絵専門店で何枚もの浮世絵を買うほど、ゴッホの日本への思いはどんどん強くなっていきました。順調だったテオとゴッホの生活もいさかいが絶えなくなっていました。パリの路上で絵を描くことも禁じられるほど、パリの街でもゴッホは孤立していきます。そんなゴッホを支えてくれたのは
画材屋の丹木爺さんだけでした。この丹木爺さんはゴッホをはじめ売れない絵描きたちに無償で絵の具を与えたり、店に絵を飾ったりしてくれる、そんな画家たちにはありがたい存在でした。そんな唯一の理解者である丹木爺さんをゴッホは大好きな浮世絵とともに描いたと言われています。ティオとの生活に区切りをつけたゴッホは1888年南フランスのアルルに移り住みます。このアルルを選んだ理由は日本への思いからでした。日本はきっとこんな暖かい国に違いない、そう思ったようです。アルルに移り住んだゴッホの作品はどんどん明るくなっていきました。ゴッホ独特の黄色い世界の始まりです。ゴッホは新天地アルルに画家たちのユートピアを作りたいと思います。そこに一番呼びたかったのはゴーギャンでした。ゴーギャンと住むことを夢見たゴッホはゴーギャンの部屋を飾るためにひまわりの絵を何枚も何枚も描きました。これがゴッホのひまわりの始まりです。そんなゴッホの熱い思いとは裏腹にゴーギャンはなかなかアルルに来ませんでした。やっとの思いでゴーギャンはアルルに来ますが、ゴッホの思いとは全く違ってゴーギャンは少し冷めた様子でした。激しい個性同士がぶつかり合い、やがてゴーギャンとゴッホの生活に破綻が訪れます。ゴーギャンとの破局後、ゴッホは精神を病んでしまいます。精神病院に入院している間もゴッホは黄色い絵を何枚も描きました。入院中もゴッホはランプの油を飲んだり絵の具を食べたりして何度も自殺未遂を図りました。入院中もテオはゴッホを励まし続けました。最近の絵はとても良くなっている、丹木爺さんの家に君のひまわりが飾られたよ、さまざまな言葉でゴッホを励まし続けます。一方ゴッホの発作はひどくなるばかりでした。そんな時ゴッホはテオの手助けでパリ近郊に移り住みます。ゴッホは亡くなるまでの日々をそこで過ごすことになります。パリ中心に住むテオともたまに交流がありましたが、会うと必ずと言っているほど言い争いになっていたようです。そんなゴッホは1890年7月27日拳銃で自殺を図ってしまいます。その後テオはお母様に手紙を書いています。兄が死んだ苦しみはこの後一生消えることはない、きっとこれから僕の心にずっとのしかかり言えることはないだろう、そのような悲痛な心の叫びを手紙にしたためています。ゴッホが亡くなった後もテオはなんとか兄の個展をしようと奮走します。ですがゴッホの個展をするためにどこも場所を貸してはくれませんでした。仕方なくテオは自宅でゴッホの初めての個展を開きました。そしてテオは妹にこのような手紙を書いています。君にもこの個展を見てほしい、そしたら兄が病んだ心で作品を生み出したのではなく、その情熱と人間性で作品を描いたということが理解してもらえると思うから。ゴッホの死からわずか半年後、弟のテオは精神を病み、まるで後を追うかのように亡くなってしまいました。テオの妻のヨハンナはゴッホのお墓の隣にテオのお墓を建てました。ゴッホとテオのお墓があるのはパリ郊外のゴッホ村といわれるオヴェール・シュル・オワーズというところです。ゴッホは
わずか60日間の滞在にもかかわらず、この村で後の名作といわれる作品を数多く残しています。はい、いかがだったでしょうか。本当に私の拙いナレーションでざっくりとでしたけれども、今日私が読んだのはゴッホが残した手紙の中でも本当に一部だと思います。ネットで検索してもらったら、たくさんゴッホについての資料っていうのは今は本当に翻訳されてたくさん出てきます。この動画をきっかけに、もしゴッホに興味を持ったっていう方はぜひ検索してもっと深くゴッホを知っていただけたらなって思います。私の個展の中でも、絵描きというのは売れなくて当たり前なんだと、ご飯が食べれないのに描き続ける、それが絵描きの美学なんだ、画家の美学なんだっていう方もたまにいらっしゃるんですけれども、そこにはちょっと私異論を投じたいなっていうふうに思うんですね。画家の世界で絵描きさんもやっぱり絵が売れないと食べていけないんです。確かにゴッホは自分が思うように絵が売れずに37年の生涯を閉じた、本当に悔しい思いをしながら亡くなったんじゃないかなって、そんなことも感じるんですけれども、ゴッホの時代っていうのは、自分の描いた絵を誰かに見てもらおうと思ったら、それこそ絵を持って誰かのとこに回らないと見てもらえないんです。個展を開いたとしても、一つ手に口伝えに宣伝して来ていただかないと見てもらえないんです。今みたいに印刷物もありません、インターネットもないんです。そんな状況の中で、もし今ゴッホが生きていたらどんな活動をしたのかなって、もし今の時代にゴッホがいたら本当に売れなかったのかなって、私はそんな風には思いません。本当に彼は魂を込めて作品を描いたので、それを分かる人が世の中には絶対いると思うし、今の時代だったらきっとゴッホの絵を理解して、ゴッホの絵を愛してくれて、ゴッホの絵を買ってくれた人っていると思うんですね。もしそうだったら、ゴッホはこの後どんな作品を描いたのかなって、そんなことも感じたりするんですけれども、売れないことが画家なんだと、売れないことが美学なんだっていうふうに捉えてる方もいらっしゃると思うんですけれども、決してそんなことはないと思うんですね。絵を描き続けるためにも売れないといけないんです。残念ながらここ日本ではなかなか絵を買うという文化は少ないと思います。そんな中で、私はこのココアートチャンネルとかメインチャンネルもそうなんですけれども、一人でもアートに興味を持っていただいて、日本の皆さんにもアートを見る喜びだけじゃなくて、アートを手元に置く喜びっていうのも少しでも広めたいなと思って、アートの裾野を広めたいなと思って、こういう活動しています。なのでゴッホは素晴らしいです。ゴッホの作品もゴッホの生き様も私もすごく尊敬しています。でも売れないことが美学だっていう風に捉えられてしまうのはちょっと違うかなっていう風に思うんですね。画家にもいろんな人がいるし、世の中一人も同じ人がいないのと同じで、世の中一人も同じ画家がいないんです。私のチャンネルでもいいです、ゴッホのことでもいいです、アートに興味を持っていただいたら、アートを応援する側に回っていただけたら、日本でも画家を続けていける人が一人でも増えるんじゃないかなって、クリエイティブな人が本当に活躍できる世の中っていうのは、この世界自体、世の中自体もキラキラしてるんじゃないかなって思います。どうしてもゴッホのことを取り上げると、ゴッホが売れずに亡くなったことだけがなんか一人歩きして、それが美学のような感じで伝わってしまうのは、私もちょっと違うかなと思ってるので、最後に付け加えさせていただきました。本当に今回はこのメッセージをいただけたことで、私もたくさんの気づきがありました。本当に世の中、たくさんの人が、それこそいろんな見方で絵を楽しめるような、アートを楽しめるような、そんな世の中がいいなっていうふうに思っています。ココアートチャンネルでは本当に最長動画になってしまいましたけれども、大丈夫でしょうか。たまにはこんな感じでアートのことも私の見解としてお伝えしていけたらいいなと思っていますので、またリクエストがあったらホームページまたはコメント欄までお願いいたします。とっても長い動画なのに、最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。もしよろしければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいているココアートチャンネル、上では関連先はメインチャンネル、ファーストチャンネルです。メインチャンネルもぜひぜひお願いいたします。それではまた次のココアートチャンネルでお会いします。ありがとうございました。